んか煙出てる？あ、本当だ。了解。なんか壊れちゃったみたい。ダメだ、壊れてる。発行前でよかったわ。離陸途中で故障してたら大事故になってたかも。自力では難しいだろうな。業者に修理を依頼しないと。結構時間かかるんじゃないですか？一日や二日じゃ無理だろうな。今日のテストはここまでだ。ゴーン！ただいま、アイス買ってきたよ。クイックセーブ完了しました。小鳥、何読んでんの？うん、ちょっとね、モーニンググローリーのことを調べてるの。私らの最終目標って空飛ぶことじゃないもん。本当なら今頃テスト三昧だったのにな。もう終わったよ。うちらさ、夏らしいことなんもやってないよね。夏祭りもいつの間にか終わっちゃったし。なんか夏っぽいことしたーい。ねえ、どっか泳ぎに行こうよ。学校のプールは、水泳部が絶賛練習中だったしな。お？
泳ぎに、これから。ダメ、無理。なんで？だって学校指定の水着しか持ってないもん。私はそれさえ持ってないぞ。プールの授業を最後に受けたのはいつだったかな。そんなのこれから買いに行けばいいんですよ。地元民も知らない穴場スポットよ。面白い場所だな。子供の頃、ここら辺を探検してて発見したんだよね。早く着替えて泳ぎましょう。あっちのくぼみなら周りから見えないよ。葵くん、こっち来ちゃダメだからね。かか。あんたも一応男の子だから、あっちで待ってなさい。じゃじゃーん。見すぎなんて久しぶりだな。ちょ、何それ。そうだそうだ。今は感じてるってことだね。
それではここでお約束の質問タイム。誰の水着が一番気に入りましたか？なんか違う。葵って女の子の水着褒めるのにそんなさらっとしてないよね。絶対違うよ。試しに天音先輩の水着褒めてみて。ありがとう。なんで私の時は照れないかな。そんだな、幼馴染って。よかったじゃないか小鳥、葵くんが褒めてくれたぞ。しゃーないか、小鳥かわいいもんね。エッチな目で見ないで。まあまあ、小鳥ちゃんなりに照れ隠ししてんのよ。ごめんね、変な質問して。葵にはちょっとハイレベルすぎたね。水の事故は怖いんだから。そんなのいらないのに。じゃあ行きますか。ちょっとどこ連れてく気？いいからいいから。な、何する気かな。だから何？
思いっきり飛び込んでも平気ってこと。いやー、人殺し。さーん、バキャおぉ、ガガン。さすが小鳥っていうだけあって派手に飛んだわね。生きてる。楽しい。もう一回、もう一回。次は私の番だね。先輩、高所恐怖症なんじゃ。このくらいなら平気だ。行きますよ、先輩。あれ？あまねちゃん！泳げないことをすっかり忘れていたよ。笑い事じゃないでしょ、あまねちゃん。だって小鳥が楽しそうだったんだ。それにもしかするとパイロットスキルの訓練になるかもと思って。私、後でもう一回ね。じゃあ私も。小さい頃さ、これやってホタルが泣いたよね。気持ちいいわね。水の中にいると体が軽くて煩わしくなくていいわ。
おかえりー。えらい遠くまで行ってたわね。あ、にしてもすごい足してるわね。見てよ小鳥、あんたのウエストくらいあるわよ。失礼ね、私そんなに太くないわよ。ん？何よ。ふっくらだと？小鳥が細すぎんの。アゲハはおやつを控えるべきね。はぁ、おのれ。スタイルといえば、出るとこ出てて。引っ込むべきとこは引っ込んでる。やっぱりアマネちゃんずるい。そうだそうだ。何のことかな。美人でスタイル良くて頭もいいなんて、ちょっと天然入ってるけど、そこもなんか愛嬌あってずるい。スタイルといえば、葵くんが一番じゃないか？ちょっと立ってみてくれないか？確かに。あ、ほんとだ。いいじゃない、減るもんじゃなし。それは男子は H。